いつもワンゲーム TV でご視聴いただきましてありがとうございます。鉄でございます。9月から始まりましたボートレースイベント究極ムイモンキーライブツアー in 関東、次の開催地はですねこちらになっております。はい、要チェックしてくださいね。はい、トークショーやったりとかキッチンカー出てたりとか限定のステッカーがあったりとかポイントラリーあったりとかいろいろやっておりますので、ぜひお近くの方遊びに来てください。詳細はですねあの概要欄にあの URL 貼っておりますので、ぜひチェックしていただければ嬉しく思います。それでは本編どうぞ。おはようございます。3年ぶりぐらいに仕事の楽しさを思い出しました。私です。おはようございます。はい、俺は反省した。今日も俺はみんなが楽しく見える、そして私も楽しい、オールエンジョイ、オールエンジョイ挑戦いきましょうあ、よろしくお願いします。さあ、じゃあ行きましょう。反省のように見えるかな、これでこうしよう。せーの、ドン。え、これ最後尾じゃないの、なえぽよだな。うん、はい、おはようございます。さあどこだ、どこにあるんだい、ユウは、ユウはどこなんだい。うわ、うまって、マジかよ。うわー、打ちたかった。じゃあとりあえず花火でお茶濁しつつファミスタが開くのを狙うってしましょう。ファミスタあれだからね、プレイボールって本当やりたかったんですよ。でもまあ花火たまにはいいじゃんっていうのと、前回今回と朝並んでる時に打ちたい台があるっていう感覚久しぶりなのよ。そう、この台が打ちたいっていうのがなさすぎてやっぱちょっと本当につらかったけど、あのね、ファミスタはねぶっちゃけ多分そんなに出ないとは思う。その、なんつうんだろう、ちょっと引きに左右されるというか、あ、そうだね、ディスクに近いと思う。うん、それは長い目で見たらね、いい、おっと、いきなりリップ長。さあビタですよ、分かるですよ。あれ、ゲチャラ止まんね。待って、 70% って小役なかった、あったっけ、風鈴があんのか。イエーイ、楽しい。ファック、中押しだよね、そうそうそう、中押しで、そうそう、わー、思い出した思い出した。あれ、これどうするんだっけ。あ、あ、書いてある書いてある、めっちゃ優しい、おじいちゃん用パネル点滅時1枚薬説からさり。ああ、なるほどなるほど、ってことは、え、1枚薬、ここだよね。え、これ1枚薬ってかわすんじゃないの、狙っちゃダメだろ俺危ねえ危ねえ、おい、一番こうダメだろ今俺、危なかった、一番役揃いに行って大損するとこだったいや今俺一番役入賞したら臨退だったね、マジでバチクソ怒られたと思うよ俺お前何してんだお前って。ああ、危ない危ない、危ない危ない危ない、あー恥ずかしい、カットできるしな。あー、できるか、ソロゲーになったらカットできるんだ。でファミス開いてないねあ、どうする、あ、そうだ、ファミスタに座る前にここでファミスタの機械機種説明しちゃう。細かい機種説明は当然座ってからするものとして、俺がファミスタの何がいいと思ったかっていうポイントだけ話しちゃおうかなって。まず6号機なのに、ファミスタね、なのにボーナスプラス ART であるってこと、
そう、AT の方がね、もろもろその、デリツ計算とかのやつで引っかかんないんですよね。リプレイって、まあ、5号機以降計算が特殊だから、簡単に言うと4号機の頃まではまあリプレイですってもう一回最遊戯だから3枚イン3枚アウトだったんだよね。5号機以降って計算が3枚イン0枚アウトなのよ。で次のゲームが0枚インになるんだよ。だからそれであのリプ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 子役って来た時にめっちゃ不利なのよ、そのデリツ計算がやばい。だから特に ART がめんどくせえの。よっぽど分かってて嫌がらせでやったかバカかな、どっちかどっちかだと思う、うん、あれ作ったの。だって3枚イン3枚アウトだったら計算すげえなことだよ。普通はそうなの、常識的に考えてそうなんだけど。ただ、話戻すとファミスタはボーナスプラス ART ですと。でまあ当然あのマッピーの後継機扱いだから、まあ、上乗せとかもあります。で実はファミ強調でえ、たまにチャレンジ来るんですか。おきた、お、あれ 30% って子役王じゃなかったっけ。あ、今バウンドストップした昨日のあれを引きずりすぎてる。これだとほら直でないといけですね。いやはい、そうで ART にして何がいいかというと、リップじゃなかった時みたいな時のやっぱ厚さが出るよね。ただ実はデメリットございます。これはね、ディスクの 5.9 号機の方のディスクと同じ現象が起きてんだけど、押し順ベルのそのこぼし目で RT が転落するんですよ。 AT は残るよ、 AT は残るんだけど RT が転落しちゃうから微減 AT になるっていう。だからパンク薬もまたあってさ、そのパンク薬引いちゃうと有力感ごと消しとくかな、そのだから AT も消しとんで RT も消しとくかな。だそこはちょっと注意しなきゃいけないみたいな。だまあこの花火ぐらい、そのとにかくあの1万円さえ入賞しなければみたいなっていうやつだから、まあそんなにあのよほどこういうバカ1万円を入賞させに行くバカ以外は大丈夫です。開いてないね。ん、今遅れた、あ遅れてな、次こそデルンデルンって OK、 ありがとう。いや、俺はビッグだろ、俺はビッグだろ、これ。ほらほらほら、やった、最悪ここがサムネになるかもしれないおい、ファミスター開いた、開いた、開いた、俺、あれって捨てられないやばい、まだ開いてない、焦る焦る、この状況でねファミスター開かれても、あの地震の最中に FPS やめられてんだけどみたいなやつになるよ。俺 FPS やめれないんだけど、揺れすげえんだけど、俺 FPS やめられてんだけどみたいな。でも FPS やめれないんだけどマジで、だからほんと6回目このボーナスの枚数がちっちゃいんだよな。あれやめてよ、もう久しぶりでいきなり演技悪いっすよ。おい天才、うん、参るよ。おお、あーいいねやっぱね、これね、だからすげえ化けっぽいけどねこの目、ウェイウェイでしょうね。ボーナス引けてる。このさ RT 連の時のバケって結構ないない、この後 RT ないじゃん。いや俺ね、確か前俺ここ結構キャラ寄せでアクロスとかに入れてた気がするんで、どこの店だったか、やっぱ店によって違うじゃない。そう、要は自分、要はその今押してる機種とかに
その収録日とかにいられるお店のがやっぱ多いけど、やっぱりその来てる人のキャラクターを知ってる人とか、特にその店長さんがすごい動画見てくれてるとかっていうところだと結構キャラ寄せがするから、なんかね、アクロスがオールっぽかったりとかさ結構するんだよね。そうだね、一日店長今度は設定だけじゃなくて、あの中古をあの倉庫から持ってくるから、すだってびっくりするでしょ、ある日突然鉄一日店長みたいなので就任とかって言った日に朝並んでさ、いやこいつだったら またどうせカバネリとか全員一気にすんじゃねえとかさ、なんか盾とかなんかその辺にぶっ込んできそうだななんていうちょっと頭を使う予想して立ててきたやつらが店に入ったらカバネリとホクとか一台もねえの。びっくりするでしょ。で俺もバックヤードでもモニター見てもギラギラ笑ってるから、で中入って待てよ、えスマスのコーナー何があんだって言ったら全部トマト。開いたマジで、いやこれ開いてるっぽい、いやだってこれゴミだろ絶対。よし移動します。まああの複数台にならないようにすぐ持ってきます。やったプレイボール。だからあのこのプレイボールで始まるゲーム実況の人を俺昔見てたんだよね、ニコニコで。はいはい、やっと来ましたハミスターね。あの基本のゲーム性はさっき軽く言いました、 ART 機で、まあ、まずはビッグ引いてビッグ中にゲーム数稼いで、で ART 入ったらまずは試合、野球の試合みたいな、まずは攻撃ターンでちょっと乗っけて、で主な ART は守備ですと。でなんか子役引いたりとかまたビッグ引いたりとか連チャンするとまた攻撃できますよみたいな、そんな流れで、さっきちょっと言ってたやつが これ押すと今1コマ滑り、そうこれも見れる、これビタ2コマ見たら。だからこれやるともう本当に全部見れちゃうね。でこのズレ目はね、このバー頭からは入らない、でも基本はちょっと花火っぽい感じ、バー押しだと。でもう一個押せるのがそのバーの上のチェリー枠内、するとここ止まる、ここからとまたちょっと今度は多分ダブ点が入んないとか多分ちょっとルール変わる、多分一番簡単なのはバー押しなんだけど、さらに言うとこの上のこの F 押しでもいける、多分 F 押しだとね、多分ね俺見た感じだとバーサスの7押しみたいな感じだと思う、多分この上にチェリーあるから引き込み範囲はあるから、でまあお好みでというか、まあ、とりあえずバーでやりましょう。かわいい、なんかネクスト、あそうかチェリー重複があるからか。かわいいなこれ、あでもなんか強そうだよ、これ入ってるの、あずれ目からの中段リップ入るとかっていうのがあるかもしれないし、これが切れ目だからとかっていうのも、そんなあなたにご安心ください、これあの日暮しと同じ、日暮しってさ揃った時にさ何で入ったか見られるじゃん、入った目が見れます。あでねこれ1秒だけできます今回で、フラグ判別は解析サイトを見てきた、予習バッチリ、 AT 機じゃなければ予習する男だ。で中段バー止まったら、左右バーを押してバーが外れたら F です。でこれで、青7です。はい、かっこいい、知ってるやつみたい。問題はあと2枚しかないことなんだよね、これ2枚で回る、回んないですね、光ってないですもんね、追い金ですね。あこれで見れます、これでこうする、はい、おチェリチョーだ、さあじゃあいきましょう、技術介入はさっき説明した通りまずベルで乗せる、あとは枚数調整が1回ございますと、これ今ナビに走ってるじゃん、走ってない時に下段バービター1回だけ、これで9枚で、あとはずっと逆押しでもうこれないんで、これです
はい、出ました。これで右中、まあ、中右でもいい対策をします。で上段抜けたらこれビタです。まあ1個しかないからね。見せりました。はい、これがまあミスった例です。あの今わざとだからあのね、じゃほらミスったらどうなるか、ミスとかなきゃいけないじゃん今みたいな、まあ、ミスる人は赤7押しとくと 75% でインしますから。だけど中段下段になると2コマ3コマ余裕あるから、あの青の方が確実性はあるね。ちょっと枠内でいい。わかりました。これだと上中段でいいから、まあ、余裕を持って押してくださいと。これで乗ります、ビョーンと。こんな感じです。あ、来ました。さあ、見たいです。はい、マシン、かけー、かけー、それ5と。ベリーグッド、何が違う。あ、ちょっとこの数字のが違うのかな。上段多いね。関係ねえっぽいな。あ、いる。ビタ多いな。あれ、あ、そっか、ベッドがないからか。25ゲームです。で、こっからとりあえず一旦攻撃フェーズが始まります。で、攻撃中は先に言っとくね、リプレイが揃うとアウトのピンチ、まあほぼほぼアウトなんだけど、で、子役とか引くとルイに出ます。で、スリーアウトで守備になっちゃう。来ました。で、これ強い椅子でしょ。これ4種類いるんだけど、敵が敵のレベルによってこの初めから満塁だったりとか酸素が違います。だから強い椅子ってもう分かりやすいね、強いよね。だからもうダメです。ユニバーズみたいなやつが一番弱い。さあ、楽しいね、これね。でかいよね、画面ね。ギューッ。しかもこれ見て、ピノ、マツピー、サンドラ、パツクって言うでしょ、まあ、パックマンとかマッピーとかだけど、これ見てください。6番燃えてるでしょね。ここまで回せればこいつつくから絶好調で、そいつはリプレイ引いても何引いても引いても取るみたいな。こんなんからやめて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 、エラー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 、ないね。アダウトですもうやめてよ。あ、ファウル、せー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 、ちょっと面白いなこれ。あー、まあ、リップ、あ、見せる見せる。あー、やったなこれ。たまにこっちに投げるアホとかいるんでね。ちょっともうもう、あ、フォールや、おっしゃ、ベリ引け。でこれはなんか赤カットインが来るとやっぱ熱いみたいね。もうナイスガッシュ。はい、終わりで、ここから本番です。で、ART 24ゲームしかないけどね。で、今回マッピーと違うのは左三択じゃないです。押し順です、全部。なんもなかったね。で、なんか終わるときにもなんかワンチャン攻撃があるときがあるみたいなのは見た気がする。終わった、うん、なんかここにね、トロフィーみたいなの出るらしいよ。解析サイトで見た。あ、そう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 、これで落ちてくんだ。落ちてね、落ちたらなんか攻撃みたいな。はい、です。振り出しに戻る。そうね、なんかもうしばらく打ち込んだらいろいろ出目が分かってきて楽しそうだね。そうだね。さあ、ここで1万円がなくなりました。で、1点あたり最低10が乗ると思うから20か。おお、入った。女子が来た。やった、これで1万9000か。やったぜ、終わったぜ。
絶望だーす。もうこれだね、成立部だね。で、バケツ少年数だっけ。あ、横方が鳴ったら1枚役の入賞を回避。第3停止までなんか音が続けばピヨピヨピヨってなってやる手入るみたいな。はい、53枚、まあ平均ぐらいだね。で、こっからチャンスタイムと、20ゲームだったかな、無茶を言うと。その1点あたり10とは限らないから。でも、もう ホームランラッシュ、このビッグ中の、まあビッグ中に途中から始まるんだけど、3分の1でホームラン、うん、翔平大谷翔平大谷チャンスにしていいんじゃないかな、名前って思う。下パネルに翔平大谷ってのは交わるわけでね。あ、切れ目のスイカだ、関係ねえのかな。あ、いや、あると思う。つまりそもそも斜めスイカテンパってチューリップってユニバの典型的なやつだよ。こんなん絶対入るよ。これ入ってなかったら俺ちょっと小野さんになんか送る。いや、こんなん絶対入るよ。問題はこいつだよ。よし、いいね。で、これで F 確定だから、そして全てが F になるってね。あ、これいい、いい、いい。セリスミは多分さっきのだと思うけどな。あ、これ滑りだ、ごめん、こっちだ。おいおい、隠れた、隠れたこれ、やっぱこれだね、やっぱこれだねってね。とりあえず枚数調整を忘れずに、うん、さっきのやっぱ隣の人ぐらいのことをやりたいね。お、今回中断多いぞ、楽しい。入んねえかな、翔平大谷ラッシュ。なんでチアの女の子ってあんなに可愛く見えるんだろうね。ねえ、やっぱおじさんになってるのかな、俺らが。だってあの台湾かなんかのさ、なんかチア出身の子いるじゃん。俺あのインスタのでフォローしてる人10人ぐらいしかいないんだけど、入ってるちゃうから。うん、俺インスタでフォローしてるの、現場でお知り合いになった、フォローし合いましょうみたいなやった人は、そのあの台湾のチアの子。おー、でかい。お、ベリーグッド。今回まあでかいかな、54ゲームさ。問題はここからだ、攻撃頑張ろう。まず対戦チームだね。誰よ、強いイズ行こう。4番にいるんだけど、もうリップ引いてるっぽいんだよねふざけんなよ、絶対落ちたね、これ。おお、落ちた。野球やめちまえよお前もうなやめちまえ、やめちまえ野球よ、ほんと。お、ベルがいいね。あー、野球やめちまえ、チャンスは。落ちて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 、あーうまいね、ユウ、ユウうまいね。リップ引くなよお前。おお、チェリーと。あ、普通の出塁か。あー、よし。お、4番だ、 OK。 ここでだから、まあ、リップ引いてもヒットだから満塁だし、レイアクインしたら多分結構ツーベースとかするんじゃない。次がまさか引かねえから、引かねえか。まあ普通のヒットでね。さあ満塁です、いきますよ。あー、いやでもまだここベルかもしんない。
まあ、4コマ滑ってもベルの可能性はあるけどね。ベル、あいい感、頼むぞ、マジ頼むぞ。いや、これ全然ベルある。あ、ファール、あ、よかったよかった、よかった、危ねえ、危ねえ、ふい、うわー、マジか。そのコースターまずい、典型的な、あれだ、うーほんとダメだね、ダメだね、大事なとこ決められねえしよ。頼む。そう、降りてきて、なんかワンチャンもう一攻撃ないよね。はい、やり直す。これもう1ゲーム早く言ってた、ちょっと待って、これが、いや、これで4が出ればいいの、左が4だ、4コマ滑れた、4コマ滑るはずだ。さあ行きましょう、チャンスタイムだから、バケでも ART でね。まあ見ようか、めっちゃあれかけてるもん、これなんつんだっけ、この平たくするやつ、あの砂のやつ、なんつんだっけあれ、トンボ、あ、赤ならだ、やっと引いたわ。じゃあ見ようか、ほい、ほらこれね、まあ確かに左4コマ滑ってなくても3コマでも多分これ外れて入るだろうね、赤なら枠上だった。よし、なんかちょっと勝ちの目が見えてきた。そうだね、あのやっとちょっとビジョンが見えた、うん、お、やっと来たよ、下段受け、下段受けの時はもう3コマ OK ですから、カットイン多いな。1回赤ならやってみようか、あの4コマ以内に押せばバチコン、はい、安心ですから、4分の3で来るから。そう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 、自分の成功率が 75% を下回ってると思ったら赤ならに頼った方がいいかもね。今回めっちゃ来るな、めっちゃ来るね、前ゲーム来るな、翔平大谷ラッシュの時に来てくるよな、うん、前ゲームホームランっすね。うわ、すげえ、ワンダフル10回すげえ取ってるな。やべ、最初のビッグとはカットインの数がまるで違うな、やっぱ引きか。じゃあホームランラッシュ入った後にこの引き弱かぶちかましたらマジきついね。さあ74になりました、たまには弱いチーム出してみる、チャンスタイムで引いてるんだぞ俺は、来いよおら、誰だお前らは、強い使い、まあ、呼ばね、パックだね。よし、まあ、これは出塁ですね、はい、はい、セーフ、いー、わー、落とせ落とせ落とせ、もっと落とせ、リラックス、よし、セーフ、ベル、ベル、ちょっとでかいの打てよな、たまにはお前本当に、まあ、レイアフか、あ、4番だ、すぐ滑ったね、あ、ベルバル、おー、いたいたいた、2ベースいたよ、1点入った、
さあさらにいくよ。そうさらにまた次ベル引いたら入るからね。あーこれは多分ボールだな。正解来ちゃったな。いいね。うわーダメだ。ストライク。あストライクもあるのか。なんか細かく作ってるね。うれこんなベルだろ。リップかい。落とせ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 。あーあもうツーアウトだ。ベルベルベル。よしほら入った入った。ほら入った2点。ベルでお願いします。よし3点だろ。あ、走、あいつ走んねえ。走った走った。それ走る、あれ走んなかったら野球やめちまい出るよだそうだよね。これで30ゲームはかくってるからね。よし、ああなるほど。お、光った。ってことはなんかパンク薬だ。パンク薬どうなるんだ。ボールかい。頼む、リップやめて、リップやめて。よし、お、どっちでもいいお、スイカ、いいよね、いいんじゃない。あ、抜けないね。満塁でございます。スイ、あ、まあ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 、いやこれはベルだな。うわマジか。落とせ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 。できれば30以上で。30か。ええ、103ゲームある。野球なんだっけ。野球っていうね、似てる人たち。野球だっけ。野球、なんかふざけてみんな、あ、なんだ今の、なんか変なフラッシュだ今ね。お、いや、わかんねえ。あ、いないっぽい。お、ウィーン、いいね。でリーチミ、あ、出ない出ない出ないと。イエーイ、ビッグで。うわーやった。 FFF スイカで入ってる。いいね。でビッグがやっぱ200枚だからでかいね。でちょっと言いましたように、これはあの ART 中に引いたビッグ、別にハイパーとかならないから、あの名刺はずっとやります。そこがねちょっと不評だった。名刺から解放される瞬間がホームランしかないみたいな。これも例です。スーパービッグじゃないからこうなりますよっていうのを見せたかったんです。私はあえて。オッケー。取れたね。最高。強い図しか出ないけどチャンス引っかかってる。これ多分レア役下なんだよ。どうなるんだよお前は。何でしたと。誰もいないんだけど、ルイに絶対今の一番の無駄引きポイントでしょ。やっちまったよ。で、ストライクだろ、ほら終わった。落ちて、落ちて、落ちて、落ちて。うわっす。1回でいいからここで逆転みたいの見たいね。しゅ頼む。お、切れ目だ。
お、来た。おほほほほほほ。なんか弱いチームが出てきそうな条件を満たしてる気はする。ラッキーセブンだ N チーム。お、ユニバーサルスだ。さあこいつは満塁でございますよ。あれ7番から始まったけど、あ、そっか、続きから始まるの。4番遠いやん。そこちゃんとしなくていいよ。あ、ユニバスターズはこれでも打てんじゃねえか。普通にボールかい。あ、ベルだ。1点。ほら、エラーすんだろ、お前。どんどんエラーしろ、どんどんエラーしろ。うわっ、落とすだろお前。下手だから、下手だから。ないね。うわっ、落とせ落とせ落とせ、落とさない。強いよ普通に。てか俺が弱いのか。ゲッ、あーっせ、リップ引きすぎだよ。嫌な予感するこれ。なんかすげえなった。何これ。え、すごいとこ飛んだ。やった。よし、セーフ。あ、打った。あ、やっぱ外れ目で行くんだ。めちゃくちゃ弱いじゃんユニバスターズ。ナビ出ない方がいいね。うわ、やめ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 、ナビ入れた方がいいよ。うっし。いやー、これで4番来ました。今これ4番でこれも来たらもう どういうことになる。ないね。滑ったね。普通にリップだね。でも大丈夫、1点入るから。うん、そう、でも大丈夫ね。カードローみたいな別に攻めたもんみたいな。頼むぞ、リップやめろよ。おお、なったなった。抜ける、あー、抜けないね。そんなそんなに下手ではないね。お、これでも打つかもね。打った、いいね。え、入るんじゃん。バカ弱くね、ユニバスターズ。これまさかボーナス入ってるとかないよね。ワンチャンある。コールド100。あ、え、 100？ あ、100でが上限ってこと。どういうこと。あ、100が100で頭押しなんだ。そっか、やったぜ、コールド したぜ。そうだね。え、もみじがらかと思った今。え、こんなん止まるか。怪しいさ、怪しいさ、これ怪しいよ。チャンス、あ、こんなん絶対入ってんだろ。あれ、普通に、え、音消えた。うわ、これかっこいい、かっこよ。いや、まくったまであるね。でかっ、ミスター勝てるやん。これでホームランラッシュまで取りたいね。さっきホームラン打ったの誰だよマジで。何番が打ったか覚えてないや。
翔平がいたな、うちに翔平しか知られないから連呼するっていう。ん、普通打つまあでもネーミングって思ったけど、まあ、一番分かりやすいかも。さあ頑張ろう。おお、おいたでかす。やっぱ今のなんかバッシュみたいなやつはあれ強い消灯なんだろうな。まあ、待て待て、くそー、それでも化けじゃない。あ、そっか、化けでも攻撃もらえんのか。で、俺思ったんだけどさ、これ攻撃の時、波出しの時さ、押すとこいろいろ変えた方が面白くない？うん、例えば F を閉めるとか、これやばいですみたいな。でもここからもあのベルあるから、で、これでこれでやばいみたいな。走れ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 、足遅いな、あいつ足遅いな。もっと B 連打しろよ。だ確かこういう手のこの手のゲームって B 連打だろ。うわでも次あれじゃない、パックだけど、そうだね、ホームランしかないね。えらしろ、おーし、あいつバカだ、ツーベースいいね。うん、よし、いいよ。ああ1点は入れたい。しょ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 、お、スイカあるよ。おっ、抜ける、ああ抜けない。でも全然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 、いやもうこれです。多分、ね、落としたらあいつ首だと思うよ、マジでこの状況で。まあまあないよりは全然いい。なんか上乗せチャンスゾーンのあの考え方はちょっと面白いかも。さあここでレアク引いちゃおうラスト、うれ、押しませんまくった、一回流してみようか。いや多分勝ってる、全然全然勝ってる。だって900枚いってるの、これ893枚でプラス893枚って言ったらもう超越太郎さん出てきちゃうけど投資が893枚、超越太郎ですって出てきちゃう。さあじゃあこの辺にしといてやろうか。お疲れ様でございました。2週続けて打ち最大を打つっていうね、いかがでしたでしょうか。先に終始いきますね。投資が893枚、893、笑っちゃうんだよな。でも何の因果か、回収も983枚勝ってんだけど893の組み合わせなのでねぶっちゃけファミスタを打ち出してしばらくした後は 100% 負けると思った。でもやっぱりビッグ一発200枚あるのと、なんだかんだ乗せが弱いようで、ワンチャン使うとバコって乗るということで、本日の妖怪こちらでございます。もう大谷、いやもうあいつのおかげだ。あいつ多分ね、誰が打ったかもう名前見てなかったけど、あいつ大谷っていうことにしとこう。よかったらチャンネル登録高評価ね。次回何を打つかさっぱりわかりませんけれども、次回またよかろう時期でお会いしましょう。さよなら。